で、そういうことを昔の人は知ってたんだろうな。だから棚田の文化が、棚田で米を栽培して食べ続けてきたことが日本の文化につながってきた。結構面白い。だから安住族っていうのは、いわゆる坂本家っていうのは安住族なんだけど、それが全部その長野県の安住野っていうことで、うん、定住してる。でその一部関東に移動した安住族が、これがね、東って言うんですよ。東っていう字はな、東と東ってもう一つ東って言うんですよ、うん、あれは東に移動した安住族のことを言ってると思う。だから安住なんですよ。東に移動した安住のことを、だから東男と京女って、京女ってのは百済の女、だから朝鮮族なんです、もともと。で、安住族ってのはもともと五の国の人ですよ。で、五の国の男と京女、朝鮮族の女は相性が良かったのかな。で、我々はもうみんなその血が全部入ってます。わざって日本人になって。歴史的にそうだ。この辺も歴史考えていくとすごい面白い。で、どうして鵜飼っていうようなものが大事にする。だって漁法なんて何万種類だよね、魚の取り方みたい。だけどなぜか鵜飼だけが日本政府が守ってるわけですね。で、長良川の鵜匠ってのは9軒なんだけど、全部あれは皇族なんですよ。あの、もともと今はあるんやけど、もともと名字のない人やから。で、被差別部落の人がいたら違う、反対、皇族なんですよ。で、それの子孫なんだけど、あの人らはもうずっと鵜の首絞めて魚取ることばっかりやったほうがいい。なんでそんなもんでその鵜飼が大事になってるかって、鵜飼っていうのはね、多分やけど、これがね、寿司の原点やと思う。あのね、まあ、直線にして九州までの距離が850キロあるんですよ。あの昔の五の国からね。で、日本列島の中に入っていくと1000キロ超えていくわけ。1200、300長野県。で、それだけ緯度を上げていくとな、棚田にいわゆる南洋の米という苗がそんな簡単につかない。品種改良はいろいろやらない。その間、食べるものがないわけですよね。それでも棚田で米を栽培しようとするから。その時に、安住族は海の鵜を取ってきて、あのね、川鵜では魚は取れへん。海鵜やな、あれ全部な。海の鵜を大きいから。それであれ、首絞めて、引きつけて魚取らして、食べよう思えたらクッと出してっていう。で、あれ、川の魚を取らしてるわけ。海魚に川の魚、すなわち川の魚を取って、それの腹綿を取って持ってきた米をここに詰めて、これが慣れ寿司なんです。で、この慣れ寿司っていうのが寿司の基本や。その保存食なんです。で、それを食べながら、よくは、で冬には海鯉を買って、それで棚田に米を作るということを延々とやっていくわけです。で、それが完成したときに、要はそれを教えてくれた安住族に感謝するお祭りが、いわゆる穂高神社の船の祭りなんです。だから長野県なんで海一つもないのに、穂高神社という古い神社は船の祭りになる。それはおそらく安住族に対する感謝祭だな。で、そういうふうに考えてて、それで、あの、我々が今寿司屋で食べてるのは江戸前、あれ江戸湾にいた魚をネタを寿司前の上に乗せて食べさせてもらう。あれは本来の寿司とちゃう。シャリだけが寿司やん。で、あれはもう失敗や。
ところがそれがうまかったよな。そのでだから寿司はもともとのれんで屋台で食べさせるんです、寿司は。寿司と天ぷらとそばは屋台で食べさせて、でのれんっていうのがこうあって、帰る時にキュッとのれんで手を拭いて帰るね。あれおしぼお手拭きやねん、のれんって。ああ、汚れてるほど美味しい。嫌 やけどな。のれんって汚れてるのがええって言うけど、あれはのれんっていうのはお手拭きやから。だから今でも寿司屋行くとたまにな、こう寿司屋中にあんのにこうフィュッとなんか出してる寿司屋ってあれやろ、軒先みたいな、あれは屋台の名残。だから寿司っていうのはどこまで行っても屋台のものやから、日本料理には入れない。日本料理をやる人は寿司は握らない。寿司握った人は日本料理の世界は行けない。いや、そうやろ。寿司屋で日本料理やったらどうなんや。日本料理食べに行って寿司出してるらどうなんや。それは何軒かあんねん。天ぷらもいないですか。ん、天ぷらもいないです。天ぷらいうのはな、天ぷらいうのは何やと言ったら、これはね、歴史としてはもうものすごい新しくて、江戸時代です。でこれは明の文化、明の文化で持ってきて、で僕は天ぷらの天ぷらってもともと何やと言って、向こうで福建省でやったらこれですって言って、天風じゃって言って、あのマテガイって貝がある。その貝の身を出すとな、天みたいな字になんねん。長細って足がこう。でそれに味付けた衣でやって揚げて食べさすのが天風じゃって。でこれが隠元禅師が日本に伝えて、天風じゃを伝えて、揚げ物衣に、揚げ物を全部天ぷらで。だけど日本はもう建物が全部木やから、家でやったらえらいことになるから。全部屋台でやったの。で江戸の町っていうのはもう全部、まあ被災者住宅みたいなとこ住んだの江戸のやつかな、大体。でだから火炊いたらもうすぐ燃えるから、外で炊いてんで、ね、あの火事と喧嘩は江戸の花っていう言葉なんだけど、なぜかものすごくあでやかなやつが火消しに行くよ。あの格好見てどう見ても火消しよるやつとは思えへん。まといなんで、お前火をおるやろ、余計燃やしとんだよ。後ろから一挙やつが掛け屋みたいなもんとやるけど、あれは類焼を防ぐために余計燃やすんやろ、ポンプが強烈に。あれはだから多分火消しっていうのは火付けもしとったんやろな。要はこういう流行る病やらがあれしてくると、もう区画整理してそこのとこ燃やしてたんやろ。さやないとね、ジャンジャンジャンという鐘が鳴ったときに上で的を振っとるってそいつが火付けで上がっとるんだよ。お前やろ犯人。